久保さん、こんにちは。気になる男188話ですね。第188話です。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、188話ってますね。188話ですけど、まあ動画の作り方と、まあ大体これで悩むというね、ちょっと話をしようかなと思うんですけど、今回のスライドはすごく短くて、そしてちょっと時間もね、すごくコンパクトでお話しようかなと思うんですけれども、次のスライドいきましょうか。これか。はい。まあ、YouTube で、YouTube の広告収入で稼ぎたいっていう人、YouTube の広告収入で稼ぎたいって思ってる人、まあ、自分で商品作ったりとか、まあいろいろこう考えるのが嫌と、どんなことについて、どんなテーマにね、投稿していいか、いろんなテーマがあるんで、そのテーマすらも考えたくないという人ですね。で、動画が作れない方の共通する悩みって何かなって思ったんですけど、まあ、多分これかなと。まあ、大体皆さん忙しいんで会社行ってるから、でもう何作ればいいんだろうみたいな。そもそも何作ればいいんでしょうみたいなね。で、ジャンルとかも考えるのももう嫌だと。もうそもそもわかんないんですと。なんで、もう作り方のノウハウをオールインワンで全部教えてほしいんですみたいな人、まあ、そういう方ですね。もうやっぱり忙しいと、ただ年末は少し時間が取れると、正月は少し時間があるんだけど、平日むちゃむちゃ忙しくてなんかいろいろ考えれないんですっていう方は、まあ僕の塾ですね。自分の今塾含め YouTuber アカデミーっていう塾運営してるんですけど、これ全部教えるんですね。ノウハウ、まあ要は何を作ればいいかとか、どういう形で作ればいいかとか、どういう構成で作ればいいかとか、そもそも何を作ればいいかとか、まあうちの塾でやってる人みんなジャンルも何もかも一緒なんで、まあ、うちの塾の塾生になれば他の塾生も同じことやってるんで、あ、これを作ればいいんだなって一発でわかるんですよね。で、それって、まあ、講義を10分程度見れば、まあ、大体わかります。講義を10分程度ですね、10本ですね、10本。10本程度見れば、本当にそんなに難しく、いっぱいどっさり講義を置いてるわけじゃないんで、うちの塾は。で、大体これ1講義2、3分ですね。それが大体10本見れば、まあ、大体わかると思います。はい。で、今までの塾生さんの傾向を見ると、まあ、土日あれば、まあ、余裕で見れて、で、土日の間にも初投稿できちゃうぐらいなレベルなんですね。で、土日で見て初投稿できて、その方っていうのが、まあ、直近1ヶ月で、まあ、1000人達成するみたいな方もできるっていうのが今の最近の、まあ、実績というか、そういう形ですね。なので、まあ、2023年こそはね、YouTube で、稼いでみたい方、それもね、広告収入で稼ぎたい方っていう方に向けてね、まあ、ぜひ、うちの塾を検討していただければいいのかなと思うし、あとですね、12月20日、久保さんとズーム対談しますのでね、もしよかったらこれを聞いていただいて、イメージを膨らませていただければいいのかなと考えております。はい、ということでね、今回は動画の作り方、そしてね、大体これで悩むというところの、この動画の作り方に悩んでるよっていうね、方にちょっと耳寄りな情報をお届けさせていただきました。ちょっと短いですけどね、こんな感じで終わっていこうかと思います。気になる男第188話、こんな感じで終わっていこうかと思います。久保さん、次回もよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。覆面 YouTuber 高がお送りしました。それではバイバイ。